皆さんこんにちは、ダンスメイクのチャンさんです。今回は紫の衣装がさらに映えそうな舞台メイクをやっていきたいと思います。それではメイクスタートです。ウォータープルーフタイプのアイシャドウベースを塗っていきます。ムラができないようにしっかり伸ばしていきます。一番左上の白いアイシャドウを取ってまぶた全体にのせていきます。ふわっとしたアイシャドウブラシを使って眉毛の下まで伸ばしていきましょう。一番濃い紫色をまぶたを押して眼球のくぼみを感じるところに塗っていきます。平筆で眼球に沿って半円を描くように塗っていきます。目尻の方もですね、跳ね上げさせずに眼球に沿って下ろしていきます。紫っぽいピンクを取って、まずは紫色のアイシャドウの上をなぞるように塗ります。次に平筆をティッシュオフして、筆を左右に小刻みに動かしながらぼかしていきます。カバー力があって滑らかなコンシーラーを二重幅に塗っていきます。この時に綺麗に紫アイシャドウのラインを整えてあげます。もう一度白いアイシャドウを取ってコンシーラーの上に重ねます。一番薄い紫を取って白いアイシャドウの部分にのせていきます。シルバーのラメを紫アイシャドウの上全体に重ねます。上まぶたのアイシャドウの仕上がりはこんな感じです。次に白いジェルライナーを使って下まぶたの粘膜の部分に塗っていきます。粘膜はリキッドアイライナーよりもペンシルやジェルライナーの方が塗りやすいです。2番目に濃い紫を取って下まぶたにのせます。一番濃い紫は目尻の方に置いてから内側へ伸ばすように塗ります。黒いリキッドアイライナーで跳ね上げラインを引いていきます。一度跳ね上げラインを引いたら折り返すようにラインを書き足すと跳ね上げラインの先端がシャープになりやすいと思います。切開ラインは目を開けたまま目のカーブに合わせて線を引いていきます。ここにマスカラとつけまつげをつければ完成です。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッド評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。